おはようございます。速稼塾の久保でございます。ちょっと喉の調子が悪いですね。今の時期、まあ、私も喉の調子悪いんですけど、今の時期ちょっとね風邪っぽいなと思ったら、新型コロナウイルスにかかったんじゃないかっていうふうに心配される方いませんか？いや怖いですよね。健康第一でございます。まあ、その中でね、なんかがん治療についてアラビックの大和のりが、がん治療にすごい効果があるよっていうふうな報道がありましたね。これアラビックののりってこれですね。もう皆さん見たことがあると思いますけども、このアラビックの大和のりがアラびっくり大和のりなんですけども、こののりの成分がね、がん治療にものすごく効果があって、なんとね、悪性のがんだけを、やっつけてくれるということで、もう特効薬になりかねるんじゃないかなっていうことなんですよね。もうこれ特許中の特許みたいなものなんですけども、これによって、がんがね、がんでお悩みの方もすごく明るい福音になったんではないかなと思います。さあそこでですね、このアラビックの大和のりのこのがん治療なんですけども、各界のね、お医者さんとかドクターとか専門家の方が、いや、こういうのが発見されてものすごく助かったっていうインタビューがずらーっと並んでたんですけども、そこでちょっと私思い出すことがあったんですよ。それはですね、医学界とか医療業界っていうのは本当はがんを治す、そのね、力があるけども、利権で儲けるために患者さんをわざとがんにして治さないようにやってるんだと。だからがんの治療薬とか特効薬ができてもそれは、ね、黙殺するんだよっていう方もいらっしゃったんですよね。そういう方もいらっしゃったってことなんですよ。でこういうものがポンと出てきて、いろんな方がね、あっさりと報道でボンボン出てきて、多分これは実用化すぐされると思うんですけども、陰謀論っていうのはだからこういうふうに崩れやすいなっていうこともあるんですよね。まだわかんないですけどね。いろいろと聞く中で、何ですよ、ドクターっていうか、病院に行ったら病気になるよとか、お医者さんっていうのは病気を治すつもりがないんだよみたいなことを言う方もいらっしゃいますけども、果たしてそうなのかなと思うところもあってですね、大体ね、医者は信じられないっていう人も健康保険持ってますしね、不思議ですよねそういうこともありますんでね、今回は何のことを言ってるのか分かりませんけども、まずはね、アラビックの大和のりでがんが治るよっていう報道があったってこと、そしてこの時期にちょっと風邪っぽいなと思ったらね、新型コロナウイルスがますます気になっちゃいますよね。皆さん健康に注意して今日も頑張っていきましょう。でですね、昨日健康保険員の方がいらっしゃってね、私の身体検査をしてくれたんですけども、どうもですね、なんかメタボリックシンドロームの、傾向があるというふうに言われたんですよ。私もこの中肉中背で割とデブの体型ではないはずなんですけどね、ただまだ理想的な状態ではないということなんで、ちょっと慎重にいかないといけないなと思いましたね。今日からまたウォーキング行ってこようかなと思います。それでは皆さん、いってらっしゃい。須藤さん、おはようございます。